皆さん、こんにちは。本日は数1円マーク式、外説円内接円やっていきたいと思います。早速始めていきましょう。こちらの問題解いてみてください。それでは解説に移ります。 括弧1。まずは条件膜使ってあげましょう。今回は面積と、あとはまあこの BC の長さ、えー、そういうのが分かってますよね。なので、まあ三角形の面積、はい、こんな感じで求めることできますので、計算しまして、はい、AB×AC は20というふうにすることができます。で、今回 AB イコール A、AC イコール E っていうふうに、両方とも1桁の数っていうふうに分かっているので、AB の方が大きい。ということで AB、AB5、AC4 というふうに答えてしまっても OK です。 まあでも、こちらせ、えー、正確に解きたいという場合は、まあ、こ,こから、はい、予言定理使ってあげることによって、はい、ルート61の辞乗、61イコール、はい、こんな感じにすることができて、そうすると、AB 辞乗プラス AC 辞乗が41になります。で、あとは、こんな感じで計算してあげて、ってやると、はい、AB プラス AC、長さので0よりも大きい。なので、えー、ま、乗したものが81ってことは、そのまま9とすることができます。そしたら、この条件ありますので、はい、えー、この2つの条件を満たすもの、 これとこれ、AB×AC イコール20と AB プラス AC が9。両方の条件を満たすものというのは AB の方が大きいということに注意して AB5、AC4 というふうにすることができます。続いて2番です。はい、2番。えー、まあ、制限定理使ってあげると良いでしょう。えー、今回外出反響 R 与えられているので、まあ、いちいち置き換える必要はないです。2R イコール、はい、こんな感じで計算することができて R の値は3分のルートの183とすることができます。 また、はい、ABC。はい、えー、まあ、この ABC の面積っていうのは1、二分の一かける、はい、内接円の半径かける周りの長さ。こういうふうにすることができます。はい、それぞれ代入してあげて、あとは計算していきましょう。そうするとこんな感じにすることができて、R イコール2分のルート3の、はい、9マイナスルートの61。こういう形にすることができます。 本日は外接円内接円を使った問題についてやっていきました。まあ、結構この内接円の公式とかそういったところしっかりと出てきますのでちゃんと押さえておくと良いでしょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。